もう今から4年前になりますけれども、ほぼ3年以上前になりますが、スタップ細胞の樹立に成功したというふうに、まあ、されていますね、はいはい、でそれ以降2012年の4月、6月、7月とネイチャーですとかセルですとかいろんな雑誌にこのスタップ細胞の論文を投稿してるんですが、全て採択されなかったんですね。これ、それじゃあの採択されないっていうことは普通にあることって、もうよくあることです。これはよくあること、はいはい、そ